皆さん、こんにちは。京都大学 iPS 細胞研究所の山中信也です。本日は公益財団法人稲森財団の研究助成プログラム、イナリスフェローシップの2024年度募集についてご説明します。イナリスは人類の知の拡大に欠かせない基礎科学の研究において、 短期的な成果を求めるのではなく好奇心の赴くまま存分に壮大なビジョンと大きな可能性を秘めた研究に取り組んでほしいつまり研究者が科学を楽しむことへの期待と願いを込めたプログラムです2024年度の募集対象研究のキーワードは 異分やコンンバージェンスによる革新的医療の創出です次のスライドから今回の募集の趣旨をご説明します。この図は日本で承認された新規治療の推移をモダリティ別に集計したものです。医療現場ではさまざまな疾患に対して 有効性と安全性を考慮して治療法が適用されます。ご覧のとおり、従来は低分子化合物が新規治療の中心でしたが、近年は抗体薬、そして再生医療の割合が大きくなってきています。医療は日々進歩してきていますが、いまだ予防法や治療法のない疾患や アンメットメディカルニーズも多くあるのが現実です。新規治療の推移からわかるように、アンメットメディカルニーズに対しては革新的な医療が必要となります。次のスライドから革新的医療の実例を2つお示しします。1つ目はキムリアです。 キムリアは患者さんから T 細胞を取り出し、遺伝子改変技術によりがん細胞表面に発現する CD19 を特異的に認識する受容体カーを導入した c a t 細胞を人工的に作り、患者さんに投与するがん免疫療法です。一部の血液がんを対象として、1回の点滴常駐で 高い有効性を示すことが報告されています。次はゾルゲンスマです。ゾルゲンスマは脊髄性筋萎縮症の遺伝子治療です。この病気の患者さんにおいては運動神経生存遺伝子である SMN1 遺伝子が血質または変異していることから 運動神経の生存に必要な SMN タンパク質が十分に作られなくなります。ゾルゲンスマは SMN 遺伝子を病原性のない治療用ベクタ AAV9 に入れて運動神経までデリバリーさせる新規遺伝子補充療法であり、1回の静脈内投与で治療完了するという画期的な薬です。いずれの新規治療も これまで治療を諦めるしかなかった患者さんにとって希望の光とも言える薬剤と考えられています。二つの実例を示しましたが、医療にブレイクスルーをもたらすのは基礎科学における革新的イノベーションです。しかし、革新的イノベーションは 単一の学問領域で起こることは極めて稀です。近年、従来は互いに接点のない異なる分野や技術が特定の目的を達成するために融合、統合しながら新しい分野や技術を確立させていく科学研究の新モデル、コンバージェンスが注目されています。 最先端テクノロジーと医学研究とのコンバージェンスによりパラダイムシフトが起こり新しい医療を生み出すことができると考え2024年度のキーワードとしましたコンバージェンスは新しい言葉ですが既に科学研究で実例があります次のスライドからコンバージェンスの実例を示します 一つは CRISPR-Cas9 システムです。CRISPR-Cas9 システムは、画期的なゲノム編集技術として、すでに難病に対する臨床試験が進められています。奇妙な DNA 繰り返し配列である CRISPR を初めて見出し、報告したのは、大腸菌を研究していた大阪大学微生物研究所の研究グループです。 大腸菌ゲノムでクリスパーを見つけ、医師の博士らが1987年に論文報告されました。その後、RNA 性化学や構造生物学、さらにはウイルス学や免疫学、そして遺伝子工学といったテクノロジーのコンバージェンスにより、クリスパーキャスシステムがバクテ,リアにバクテリアにとっての免疫システムということが立証され、 さらには、新核生物においてもクリスパー・キャスナインシステムが働くことが示され、ゲノム編集ツールとして、人を含めた全ての新核生物に応用する道が開かれました。クリスパー・キャスナインシステムは、遺伝子治療やウイルス感染症検査などへの応用が期待されています。 もう一つの実例は mRNA ワクチンです。mRNA ワクチンは新型コロナウイルス感染症で初めて実現しました。わずかな時間で完成したように見えるかもしれませんが、実は30年に及ぶ研究開発の歴史があります。mRNA を細胞に取り込ませることで、細胞がタンパク質を産生することは 1990年頃に報告されていました。しかし、mRNA を生体に投与するには、免疫原性、不安定性、デリマリーの難しさというハードルがありました。これらを解決したのは、遺伝子工学、免疫学、ナノテクノロジーのコンバージェンスです。mRNA を化学収縮すること、また脂質ナノ粒子を用いて、 mRNA をパッケージすることにより mRNA は安定化され過剰な免疫反応が軽減されることさらには細胞内への輸送効率が飛躍的に向上しましたこれらの基礎技術のコンバージェンスがなければ新型コロナウイルスに対する mRNA ワクチンがこれほどまでに迅速に普及することはなかったと考えられます 現在、mRNA ワクチンは感染症の予防だけではなく、がん治療などへの研究開発が進められています。さて、情報技術、材料、および関連分野のコンバージェンスが物理科学に変革をもたらしたように、遺伝子工学、ナノテクノロジー、認知科学、AI、ロボット工学といった 最先端テクノロジーと医学研究とのコンバージェンスによりパラダイムシフトが起こり新しい医療を生み出すことができると考えています常識に縛られることなく10年先あるいはその先を見越して医療の進化を目指す卓越した研究提案を募集しますこれは プログラムの概要です。こちらは募集に際して考慮していただきたい視点です。いずれも稲森財団のホームページにも掲載していますのでご確認ください。将来医学・医療の分野のブレイクスルーとなるような皆さんからの チャレンジングな提案をお待ちしています。以上で、ヒナリスフェローシップの2024年度募集についてのご説明を終了します。ご清聴ありがとうございました。